最初に石川さんにスパイクについてなんですけど、幅広いコースにスパイクを打つコツを教えてください。自分の高さ、打点をしっかり出すっていうところもそうだと思いますし、あとはこう打つ時のこう空中での余裕を作った方がコースの幅は広がると思います。続いて関田選手に、セットアップの際に気をつけていることや意識していることがあったら教えてください。ボールの下に早く入ることと、あとは力を抜くことですかね、うん、バックトスを伸ばすコツを教えてください。まあ、ジャンプをうまく使うことじゃないですか。で、ジャンプをもししなかった場合は体を使うことだと思います。まあ、あまり早く反りすぎない方がいいですね。どうすれば遠い位置からでもジャンプトスでサイドにトスを上げられますか？早くボールの下に入って、でこれも同じでジャンプを使うこと、そのジャンプの力を使うことじゃないですかね、うん、石川選手にもう一つ、スパイクのコースの内訳に力を入れているのですが、どうしても相手の正面に打ってしまいます。空いているところに打つ方法やコースを読ませないスパイクの打ち方を教えていただきたいです。コースに打ち分けるのに、ま、助走の入り方だったりそういったところも含めて、うん、逆打ちをしたりだとか、こうティッププッシュを混ぜながらやっていくことかなって思います。あとこれお二人共通なんですけど、ママさんバレーをしてらっしゃる方からで、お二人は学生時代から長くバレーボールをしているので、年を重ねてきてできなくなった、できにくくなったプレー、今だからこそできるようになったプレーはありますか？関田さんありますか？練習後の自主練ができなくなりましたね。体的に？体的にちょっとしんどいのと、あとは次の日に疲れを残したくないんで、なるべくそういった意味でやらないようにしてます。なんかものすごいやられてたんですよね、若い時。はい、やってました。よくやってましたね。時間的に言うと、とかメニュー的に言うとどれぐらいやってたんですか、一番やってる時。時間気にしてないんであれですけど、まあ、1時間とか以内では収まってたと思うんで、その範囲内でやってたんだと思います。自主練ができなくなったと。今は、はい、できないっていうか、やらないように、はい、やらないように、もう練習でしっかりやろうっていう意識も含めですね。はい、ありがとうございます。石川さんはどうですか、今年齢、例えば学生の頃とかと比べて、今だからこそできるようになったプレーとか、逆にちょっとできなくなったなっていうのはありますか？できるようになったというか、こう意識するようになったのは、まあ、高校時代まではこうもうしっかり打ち込むっていうところ、スパイクをしっかり打つっていうところしか、まあ、なかったんですけど、こういろんな相手とやっていく中で、こうプッシュだったり、そういったところも、プッシュとかティップ、そういったところの使い方、重要性っていうのはすごい今意識しながらやってます。ありがとうございます。続いてメンタル編です。また最初に関田さんに、高校1年生のセッターの方からで、関田選手のトスワークが本当にすごすぎるので、トスワークで意識していることを教えてください。相手を分析することと、あとは癖をつかまれないようにすることじゃないですか。癖をつかまれないので難しくないですか？なんで、例えば前の試合はこの場面でこう使ったから次はこうしてみようとか、必ず相手はこの試合見てると思うんで、うん、違うことしてみたりとかだと思います。ありがとうございます。確かに。あと石川さんに、同じく高校1年生なんですけど、練習していてもなかなか結果が出なくて辛いです。石川真佑選手はそんな時期をどうやって乗り越えましたか？
まあ、練習をたくさんしてすぐに結果出るわけではないと思うので、こうそれをしっかり継続しながらやっていくっていうところと、あとはそこだけを考えすぎずにやることかなって思います。あとですね、これも全部お二人に共通したメンタル質問が3問ほどあります。まず1つ。普段の生活でトップレベルになるために意識していたことはありますか？石川さんはありますか？特にこう、これっていうところはないですけど、まあ、こうプロ選手になってから体のケアだったり、そういったところは意識して取り組むようにしてます。関田さんは同じ質問でトップレベルになるために意識していたことはありますか？もともと背も低かったんで、練習後に縄跳びとかやってた、どうですかね。縄跳びどれぐらいやってたんですか？結構やってました。1日1000回ぐらいは飛んでましたね。乗るまで。どれぐらいの時期までですか？高校は結構やってましたね。高校の間は。なるほど。じゃあ、この質問された方、高校1年生なんで、きっと今日から縄跳びやると思います。もう、言った方がいいです。あとまた共通質問、お二人に。結果が出るまで努力を継続するのはとても難しいと思うのですが、どのようにして継続しているのでしょうか？これはじゃあ、関田さんから伺ってもいいですか？難しいですね。おそらく続けていく中で疑問に思うと思うんですよ。これって、これが正解なのかとか、あると思うんですけど、まあ、それも踏まえて努力の一つだと思うんで、まあ、いろいろトライしてみて、本当に自分がどうなりたいかっていうのを考えながらやっていけば、気づいた時には、到達してるんじゃないですかね。ありがとうございます。石川さんは。まあ、もちろんこう気持ち的にも続けることってすごいしんどいと思うんですけど、でもまあ自分が最終的にどういった目標を持ってやってるかっていうところに、まあ、もう一回振り返ってみて、私はこう苦しい時期もありますけど、そういったところはこう乗り越えながら頑張ってやってます。今の質問に関連するかもしれないんですけど、これも同じお二人に、バレーボールをやめたいと思ったことはありますか？もしあったら、どうやってその壁を乗り越えましたか？関田さんはありますか？おりますね。どんな時ですか？練習がめちゃくちゃ厳しかった時ですね。しんどかったですね。それをどうやって乗り越えましたか？いや、気づいたら乗り越えてたんですよ。もう答えにならないですけど。いや、やめる選択肢なかったです。僕のちな時みは。に、いつ頃ですか？昔ですね。具体的なことはちょっと言いたくないんですけど。石川さんはバレエをやめたいと思ったことありますか？やめたいと思ったことはないですけど、まあでも、今やりたくないなっていう時期はありました。どうやって乗り越えたんですか？まあ、やりたくないなって思いながらも、まあ、やってる、結局はやるんですけど、でもこうやってる中で、あ、私バレーボール好きなんだなっていうふうに、やっぱりやってて楽しいなっていうふうには思って、はい。乗り越えた。はい。ちょっとラフな質問を最後にいくつかさせていただきます。まず関田さんに、人生でこの人に会ってよかったと思う選手は誰ですか？もしいたら、どこがそう思わせたのでしょうか？それは対戦しててもいいですか？もちろんです。でしたらクリステンソンかと思います。なぜそう思わせた？いや、そこに目標ができたというか、そこを目指せるようになったんで、まあ、対戦してより凄さを実感したっていう感じですね。続いての質問で、関田選手のトスが本当に魔法に見えます。
どんな練習をすれば関田さんのように繊細にボールを扱えるようになりますかっていう質問が来てます。ありがとうございます。どうすれば関田さんみたいになれますか？いっぱいボール触ることじゃないですか。これは魔法ではないんで、決して。で、いっぱいボール触って、そうですね、いっぱいボール触って長い時間、いろんなトスを上げることじゃないですか。はい、ありがとうございます。あとじゃあ石川さんに、小学校3年生の子から質問なんですけど、小学生の時はどれぐらい練習していましたか？私もバレーボール選手になるのが夢です。だそうです。どれぐらい練習してましたか？小学生の頃は、1週間に1回休みで、あとは基本、夜7時から9時だったり、そういった練習だったので、結構、こう、練習、小学生にしては、1週間1回休みくらいって、やっぱり多い、多い、練習量かなと思うので、それくらいでやってました。大変ですね。一回しか休みがないってね。ね。あと、海外で活動していると、アスリートの方は体のケアなどにご自身で気をつけていると聞きますが、石川選手はセルフケアや気をつけていることはありますか？練習後だったり試合後だったり、そういった時はしっかりストレッチ、ケア、セルフでやる時間を作ったりだとか、家帰ってきてからでも、こう寝る前にストレッチだったり、そういったところはこう海外に来てからより意識するようにはなりました。ありがとうございます。あと関田さんに、レシーブのためにボールを追って観客席やフェンスに突っ込むとき痛くないですか？もし突っ込んできたら観客は選手を受け止めた方がいいのでしょうか？座席を離れて逃げた方がいいでしょうか？どちらでしょう？痛いか痛くないかですよね。まず痛いか痛くないか。時と場合によるんですけど、ぶつかったら痛いでしょ。で、二つ目なんでしたっけ？あとは。選手を受け止めた方がいいのか、受け止めずに逃げた方がいいのか。それは逃げた方がいいと思いますね。絶危ない対。ですよね。危ないと思います。怪我しちゃう恐れもあるんで。あれ、見えてるんですか？選手の方、追ってるときって。ボールを見てるから見えてない。見えてますよ。見えてるんですけど、なんか夢中になっているというか、そんな感じで、しかも、つながったら盛り上がるじゃないですか。盛り上がります。それ狙いで取りに行きますね。じゃあ実は狙ってるんだなっていうふうに見てもいいかもしれない。あと、関田さんの筋肉について質問なんですけれども、なぜそんなに筋肉もりもりなんでしょうか？筋トレ方法を教えてください。むしろ最近だとあんまり筋トレやってないですね。ちょっとリーグというか試合が多いので、なかなか疲労が抜けないところではあるので、そこは調整しながら今やってるところです。関田さんの筋肉は確かに見ちゃいますね。っていう個人的な意見も挟ませていただきました。多分つきやすいんでしょうね、筋肉は。いや、いつも注目します。